キノンは、一般的には、ベンゼン管から誘導され、二つのケトン構造を持つ、肝状の有機化合物の総称である。七因肝構造のものなど、非ベンゼン系の機能も知られている。この構造が含まれていると、ピロロキノリンキノンなどのように、キノンと化合物の末尾につけることとされている。O、ベンゾキノンと、P、ベンゾキノンの構造式最も簡単な構造の、 機能として、互いに異性体の関係にある O、ベンゾ機能と P、ベンゾ機能が挙げられる。これらのことを、単に、機能と呼ぶこともある。分子式は C6H4O2、分子量は108.09である。機能は、例えばビタミン K が機能に分類されるように、生物学的に重要な物質である。高化学系 i 効化学2などの電子伝達系において、電子受容体としての働きを持つ。効化学系 I には2体のヒロキノン、効化学系2には2体のプラストキノンが存在する。また、効化学系2と配列類似性が高いと言われている、鉱色鉱合成細菌には2体の指キノンが存在する。タンパク質と反応して結合する性質があり、 昆虫の外骨格が脱皮後に硬化するのは、基地に質の外骨格の基質に大量に埋め込まれた、タンパク質分子に、機能が結合することによる。機能は、様々な色素としても利用されている。コチニール色素、アカネ色素などが、機能系の色素に分類される。また、有機化学においては酸化剤としても利用される。以下、代表的な機能を示す。 その他の物質は、カテゴリー、機能を参照。ありがとうございます。